吉田さん、でもまあ本当に確かに暇じゃないと政治なんて判断できないですよ。だって政治家っていうのはその活動が職場なんですよね。うん。となると私たちはパン屋さんならパン屋さんの職場一日中見ることがあるかなっていうことを考えたり、自分の職場を一日中見られてることがあるかっていうと、8時間なり10時間なりみっちりと見てくれる人なんていないし、その政治の現場をね、8時間10時間みっちり見れる人もいないんですよね。ですからニュースのダイジェストとかを見るようになるんですけども、あのダイジェストも切り取り方とかまとめ方によっては全く違った印象を受けてしまうから、マスコミによる情報操作っていうのはいとも簡単に行われちゃうんですよね。それが証拠に切り抜き動画って最近ありますけども、あれも面白おかしく演出してテロップつけたりとか効果音つけたりとかして、全く元とは違ったものをやっぱり個人でも作り出してるんですよね。だから何が本当かわからないし、どれがデマかわかんないし、言葉の真意はどういうところにあるのかわかんないし、例えば最近ね、山本太郎さんが万死に値するって言葉を使ったんですけども、この万死に値するのをある人はね、まともに死ねと言ってることだというふうに捉えて曲解してる人もいるんですよ。確かに漢字としては万死というね、死っていう名前がついてますけども、万死ですからね、これ慣用句なんですよね。だから何回死んでも詫びれないぐらいの罪深いことをしたという比喩で用いてるのに、実際に万死、1万回死ねってことなのかっていうね。人間って1回しか死ねないですからね。だからこういうふうな幼稚な言葉のやり取りとか、もしかしたら本気での勘違いがあるのかもしれませんけども、全然その知識と情報っていうのを受け取る人によってだいぶ変わってくるんだなっていうことがありますよね。で、詐欺にかかる人も本当に気の毒ではあるんですけども、でも、どういった詐欺が流行ってるかを知ることによって詐欺にかかる可能性って非常に低くできるんですよね。あとビジネスモデルを知ることによって、あ、これはこういうタイプのビジネスでそろそろセールスが来るなと、そのセールスは商品に価値があるんじゃなくてセールス手法が優れてるだけなんだなってことを冷静に捉えることによって、必要なものと必要じゃないものが、まあ、明確に分けられるんですよね。まあでも反面ね、そんな専門的なこと知らなくても道徳が一本真ん中に通ってるだけで俺より詐欺を避けることができるっていうね、そんな例を我が家の例でちょっとねお話ししようかと思います。これはまだ私が広島市内に住んでた頃なんですけども、最近話してくれたんですよ。私が広島に住んでる時に実家の方にね、俺より詐欺が来たそうなんですよ。それが相当に手が込んでいて、やっぱりね、弁護士さんとか警察とか入れ替わり立ち替わり出てきて、で、お宅の息子さんが会社でね、間違いを犯して取引先に損害を与えちゃったんで、で、今ね、事情を聞いてるんだけども、賠償能力がちょっと足りないんで、息子さんの資産を処分して1500万円までは回収できそうなんだけども、残りの500万はどうしても実家の方にお願いするしかないんで、これ息子さんも承諾の上なんでね、今取り調べ中なんで息子さん直接は出れないですけども、弁護士として代理人が私がね、お話してますんで、500万円を用立ててくれませんかみたいな話をしたらしいんですよ。そしたらうちの母がじーっと話を聞いていてね、何を言ったかっていうと、そうですか。わかりました、それは迷惑かけましたね。でも私の息子も立派な社会人として大人でやっています。あなたも大人として契約を当事者同士で交わしたんでしょ、当事者同士で解決してくださいと。今私が500万をポンと出すことは簡単ですけども、それが何かをね、生み出すことだと思えないと、それに誰かを救うことだと思えないと。もし息子が500万円のお金が足りず迷惑をかけるっていうんだったら、もう息子にね、消費者金融でも何でも借金をさせてでも払わしてくださいと、私は一切助けませんと。助けないことが最大の助けになると思ってますと。ここで私が500万ポンと出したら息子は恥ずかしくってもううちに帰ってこれなくなっちゃうと。たかだか500万でね、1500万円を払える息子が500万で折れるとも思えないし、それはね、どんな目にもあってもいいから、もうそれこそね、肝臓でもね、目ん玉でもひんむいて息子から取り出してくださいってことで威厳と話したそうなんですよ。すごいですよね。で、結局はそれからは何の連絡もないし、まあ後々ね、それがいわゆる俺より詐欺だってことがやっぱりねって分かったそうなんですけども、俺より詐欺じゃないとしても同じ対応したって言ってましたね。だから結局私がね、自分の責任で社会人営んでいて、儲かる時も損する時もあるわけですよ。で、そう考えた時に、じゃあ損した時に損害が出た時は親元に来ることはあっても、じゃあ得した時にこれだけ儲かったから、はいお母ちゃんってやることはないでしょと。それはもちろんね、誕生日とか、なんかそういう時とかには、なんかあるかもしれないけども、でも、商売上で損した得したってものに関して、連帯権も持ってないね、親がね、そんなこと利益をもらったり、損したものを補填したりって、そういうもんじゃないと。息子は一人前の男として、
もう勝負してるんだから、息子が死のうが生きようが、それは息子の責任でやりますよってことらしいんですよね。以上でございます。